こんにちは、島村楽器ドラム科講師の高山です。私がドラムを始めたきっかけは、私が中学の時に、ギターを弾いてる兄を見て、私も楽器に何かチャレンジしたいなと思ってドラムを始めたのがきっかけです。心がけていることは、楽しんでいただくことがやはり一番のポイントだと思います。楽器はやはり楽しくないと続きませんし上達もしませんので、レッスンに行きたいなと思ってもらえるようなレッスンを心がけています。やはり直接手足の動きを見れるところだと思います。ドラムは手首、足首、手は指や肘、肩なども細かい動きになりますので、そういったところを直接見れるところがメリットだと思います。では最後に、今からドラムを始めようと思っていらっしゃる初心者の方も、ドラムをすでに始めてるんだけれども頭打ち状態になっている方も含めまして、島村楽器は体験レッスンを行ってますので、ぜひ一度お越しになってください。お待ちしております。